で、次が、あれか。これですか。来たね。これね、もう正直、ゴッツガーデンのイベントの、いろんな仕様あったけど、その中で一番面白かったよ。見てこれね、すげえ悔しかったんだけど、後々見て、まあ面白いなって。なんか俺にも結構メモ言ってたもん。時々は別にハザン打ってるだけで勝てるとか言って、多分でもね、お互いに自信あったと思うんだよな、これ。そうだな。だ時々指名するっつってたもん、自分で、なんかネタもあるっつってたしね。そうそう、まあハザン連発とあとは起き上がりにタッチをキック重ねると、豪昇龍がカスヒットになっちゃうやつ、あれだと思うんだけど。別に俺割と美味しいと思ってたんだけどな。いやでもどうだろうな、ネオとかだったら俺の方がやりやすいとかあったっしょ。いやそれはねえよ。ねえか、さすがに。お前うまいな。まあフォルテとかザンギとかの方が良かったけど、キャラ的には。だからまあ絶対受けてくんねえから。まあザンギとかだったらやっぱ準備は美味しいよ、全然有利だと思うしの動きが。まあね、てか普通に動き有利だろ。これね、バックス、セビバックスとしても次から引っかかんないってのがジュニーのずるいとこだよな。ずるいよ、あれんだけど。出た、ハザン州ハザン連発、ね、で実際なんかあれでしょ、ノジアの時とかハザンに対してあんまり対応できない。なんかよくわかんないけどなんかネモが言ってたよ、あいつ興奮すぎてハザンだと思って普通の飛びにも何もできなくなってたとか言って。結構ね、でも合気がめんどくさいと思うんだけどな。いやめんどくさいよ実際。マジでハッスル、なんだろうね、守って、結局ね、こかしてなんぼだから攻めたいんだ。あーリターンがでかすぎて。そうでも結局ね、そこカウンターで結構やられちゃうから、意表をついてなんとかなんとかって感じなんだけど。はい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 。まあね、この辺だったらもう守ってりゃいいやっていう感じだけど、はいはい、先手をやっぱりある程度ダメージリードしてから。まあチュンリーも結構さ、立ち回り結構強いからね、やっぱり触りづらいってのはあるよな。お互いに触って有利な状況から触れれば、それなりのダメージはうまいんじゃねえかな、この組み合わせは。まあでもね、結構チュンリーとか結構近づきにくいと思うんだよね。そうだね、追いつけてんだよ。そうだね、豪気本気で逃げれば、多分そう、と思うこれはここちょっと危なかったけどね。これ投げ投げ投げとかで連発されたら終わったもんね、もしかしたら。もう間に合わないけど投げ投げ中断とかで終わったわ。さすがにも結構一点放置してくるからさ、そう簡単に打ちたくないんだよね。お前結構足は使うもんな。使うね。逃げてる動きが捕まんねんだよこれ。いやこれね相当寒いよ、後々見ると昇竜で相打ちなんだよ。でもチェリーのじゃあ暴れが早いこいつマジで、暴れが早いとか。ヒンデブともね話だけどね、こいつの暴れは本当に最速だから。チェリーかマジで何も考えずにこっちもね、一箱にせずに中盤とか置くしかねえんだよ。まあでも強いからね。まあ強いよ、チェリーの暴れ強いじゃん。ナイス。これはねえよ、これはねえんだよ、ありえねえよ、うんだけだよ。でこれでバックステかられて、あ次俺セミバックステするなって思ったんだけど、この頃ねセミバックステに対しての対処あんま考えてなかったから。あそうなんだ。まあ今ではしっかりね研究した、全部詰めてるからもちろんマックスだわこっからかな、大キック一発で死んじゃうからな、射程圏外入れない。むずいよ。カラー結構ね楽しいんだけどね、動き。本当かよチュンリー超つまんないよ結局遠距離でも、今こういうのは食らっちゃうとうまいよね。そうそうそう、まあ、100機があるから下手な飛びとかすれば100機で、それから無理やりかぶせればそうだね、割とどうにかなっちゃう組み合わせ。100機がな、 EX100 機がフォーミングだからな。あれが強い、あれが強い。うまい、しっかり上を見ている。でも普通だよ、まあ、普通だよね。チュンリーには、ね、チュンリーには見なくても出せるから。ちょっとあらかじめ言っておきますけど、
でお互いなんかテンパってるっていうかさ、興奮してるって感じするよな、でも見ててな、反撃を見せる、そう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 、だから見てる側もね、結構ね、うわやべえ今のも興奮してるみたいな感じで面白かったよ、今のとかもね。いや今のはまあ普通にやるわ。お前お前緊張のせいにすんじゃねえよ。いやいや緊張だから。さあここからワンチャンいけるかもって思うのでもいいよって、ほらほらほら、今見てからいろいろねお見合いできるんですよ。むしろねあれはねもう種目決めるってもいいレベルだよ、もうバレバレすぎて難しい。これこっこれなんなのこれ、今のはねえよ、なんなの。俺なんだよ、ガチャガチャで入れた。で足から狙ったんじゃん、お前。いや違う、絶対狙ったよ、勝利入れた、勝利入れた。ちなみに弱勝利何も出てなかったけど、出てねー、たまにあるんだよ。でもテンパった、テンパってる。さあ分かんないぞ。もうあ自己待ちだこれ。これ今いいポイントで打ったんだけど、うん、一番ダメな選択肢を100kp で、 100kp じゃない、普通に 100k だったんだ。今ないよな、100kp と投げの見た目のはずだ、うん、なぜか 100kp ビビったんじゃん、相当テンパってる。テンパってる、完全テンパってる。じゃあこの後お前の見せ場来るから大丈夫です。この後見せ場来るから。マジこのラウンド取っときゃさ、あの最高の見せ場で決めれたわけでしょ。そうたられば、たられば、ね、自ら負けるのやっぱ来るよ。いやでもね結構一回なんかもう自ら負けるとテンパるわな、それは分かるわ。テンパってたもんもうすでに、てかなんかもう逃げの仕込みになってるからな今の勝利とかも。ここのセリがマジきついんだ。あ、きついこれがネタなのかと思った。いや違う違う、これね普通に前回はきついから超やくんだけど、今中足も疲るし。そうチュンリーのねセービング長いし、中足スカシってかなり強い。その代わり発生がちょっと遅いんだけど、うまい見せ場マジかよ、マジかよ、すげえ走ってくるから、すげえすげえ、これはもう鉄板だよ。さあ時ども見せ場、ヘリやべえよ火山はね。まあ俺が言うのもなんだけどヘリやべえ。あーなんという読み合い、俺減らないとね、つかない守護にできねえから。いや生で疲れるとこいっぱいあるんじゃねえか。リスクあんまないかんね、ぶっちゃけ話で打っても、うん、相当少ない方だと思うよ。飛びが入んねえかな、突然もいけるし、飛びの前って終わっからね、終わる終わる。波動拳はい、U 散歩足払いは、いや今決めたね、今の査定に響くよ、完全に決めるポイントだった。甘えた飛びにきっちりあれをジャンプ台場の体で返してくる。まあ、抜けてる。あら、バグス引っかかったか。てか2連覇って打ちすぎだろこいつ。じゃあなんかの試合でだから2連覇のところで打って、あいつやべえんだとか言ったから。意識するからそれは。そう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 。あ、来た来た来た。えなり。俺見たよニコニコで。したらえなりえなりこれで俺超なんか見たそれ。どんだけ気が済むのてめえ。確かにエナリーだったエナリーって超似てんの。それからお前のこともエナリーでしか見えなくなった。髪型もエナリーっぽいじゃん。おいおい画面見ろ、これね、俺は完全にこれテンパってて相手もね、多分ちょっとそうだと思ったんだけど、お互いテンパったら多分中二に分があるよね。これ攻め合ったらさ、まあそうかな。まあどうだろう、いやでもテンパってるだろ、繊細なキャラだし。そういや別にこれね詐欺飛びなんだけど、ガードする方向をミスって、あこれね表にいなきゃいけないんだ、裏に落ちるんだけど、あーガードとは言ってたね、調べてなくてさ、うん、普通に裏入れちゃったのに、ね、これはなくて、いやちょっと甘いじゃん、ぶっちゃけ甘いじゃん、甘かったじゃん、すごくいけると思ったんだ。でもなんかタチパン使ってたけど、もだからタチパンシャガパンじゃない普通やるんだったら。確かに今の査定に響くから、まあなこれ、あ今のむずい、今のしょうがない、やっと出たと思ったのな。なかなか出れるしょうあれとか言って、なんでだよとか言って、こういうのもな今のねよ、もうなんかね攻めなきゃって感じになっちゃってんだよね、ダメージ取らなきゃって大変だよ、されたなてか、そうなるともう全体的にダメじゃねストフォーっていうゲームですよ。
繊細なキャラだから。いや、ゴーギャ相当逆転できるキャラの方だと思うけどね。だから言ったねと思っちゃうんだけどさ。あ、これネタでも今まだ隠してるから。まだ隠してますからね。ちゃんと期待してください。お願いします。